行こうかしら。考えてる間にこのコーナーからどうぞ。日産のニューグループ C マシンが鈴鹿500キロ決勝前のウォーミングアップ走行で火災を起こしデビューを果たせなかった。その時のドライバー萩原選手に状況を聞いてみましょう。試験員のね、入り口でちょっとミラー見たらちょっと後ろから火が出たもんで、で、危ないなと思って、それで入ってきたんですけどね。あんなに燃えてると思わなかったんですけど。体の方は何ともないですか？大丈夫です、全然、はい、今回はね、こういうトラブルで、終わっちゃったんですけど、ルマンはね、上位狙って行ってきます。